前ステージにはコスタアレグレの号の優勝した関係者の皆さん、そして今佐藤哲三さんがいらっしゃいます。佐藤さん、今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。コスタアレグレ号の見事な優勝でしたけども、はい、ちょっと感想などお願いしてよろしいですか。そうですね、僕の大好きな一番枠からの逃げ切りで押し切ってかっこいい勝ち方で、はい、興奮しました。今日は佐藤さんも活躍されましたダートグレード戦線の祭典とも言っていい、はい、JBC 競争が京都でね、はい、3レース行われました。そうですね、はい、高知馬場からまあ応援したんですけど、まあいい3レースとも白熱するいいレースだったんじゃないかなと思います。横山騎手のガッツポーズなんかかなり魂に来るものがあったんじゃないですか。そうですね、久しぶりにのりむちゃくちゃなんか喜んでるのりさん見たなっていう感じします。ということで、これから黒潮マイルチャンピオンシップの表彰式が行われまして、はい、佐藤哲三さんには花束のプレゼンターもしていただきますが、ちょっとコスタアレグレ号の関係者の皆さんに一言お祝いをお願いします。はい、今日はおめでとうございます。高知競馬場で競馬観戦させていただいてすごく楽しかったです。おめでとうございます。おめでとうございます。では優勝しました関係者の皆さんにご登壇いただきましょう。コスタアレグレ号の関係者の皆さんです。おめでとうございました。では佐藤哲三さんからの花束の贈呈です。おめでとうございます。馬主梶原哲夫様の代理上城豊成様です。別府真嗣調教師です。そして倉金郁安騎手です。川島雄一厩務員です。皆様おめでとうございました。そして今日は予想トークショーサイン会、そしてプレゼンターと活躍いただきました佐藤哲三さんでした。どうもありがとうございました。では改めて表彰に移ります。見事優勝の栄冠を勝ち得ましたコスタアレグレ号の馬主梶原哲三氏に対しまして、日刊スポーツ賞です。株式会社日刊スポーツ新聞西日本取締役コンテンツ統括名村義久様、よろしくお願いいたします。賞状第1着梶原哲三殿、あなたの愛馬コスタアレグレ号は本社公演公式競馬日刊スポーツ杯第14回黒潮マイルチャンピオンシップ競争において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを賞します。平成30年11月4日日刊スポーツ新聞西日本、おめでとうございます。馬主様からの要請で馬主代理上城豊成様です。おめでとうございます。副賞です。おめでとうございました。続きまして別府真嗣調教師に副賞です。こちらが馬主様の副賞ですね。はい、失礼しました。別府真嗣調教師への副賞です。おめでとうございます。そして倉金郁安騎手です。川島雄一厩務員です。おめでとうございました。日刊スポーツ新聞西日本名村義久様、ありがとうございました。では倉金郁安騎手にお話を伺います。まさに鮮やかな逃げ切り勝ちコスタアレグレ号で黒潮マイルチャンピオンシップを制しました倉金郁安騎手です。おめでとうございました。ありがとうございます。このオーナーの副職での受賞制覇はどんな味ですか。そうですね、本当に嬉しいですね。いい馬乗せてもらってるんで、B 級ではねずっと勝たせてもらったんですけど、やっと A 級の重賞を勝てたっていうのがやっぱ嬉しいですね。結果的に見ますと前走激しいです。南部杯を経験したことは大きかったんじゃないでしょうか。そうですね、初めての戦力を前回使わせてもらって、で思った以上のいい走りをしてくれたんで、今日も頑張ってくれるかなと信じて乗ってました。ポーンと先行しました。いいペースで行きました。もう2番手以降の馬がちょっとこう牽制できないぐらいのペースで行ったようにも見えました。そうですね、基本的にちょっと行きたがる馬なんで、なだめながらまだまだって言いながらの感じのレースだったんですけど、まあ今日この馬場でちょっとペース早いなっていう感じはあったんですけどね、直線向いた時にまだ反応してくれたんで、あ、これはいけるっていう感じだったですね。どうですか、当初乗った頃と比べてもまた力をつけたような印象っていうのは。そうですね、もちろんまだ力をつけて、これ以上っていうことはないのかもしれないですけど、
管理をすごくしてくれてるんで、あの馬の状態はすごく良くなってますね。そんな相棒と今日は2番人気ではありましたけども、本当に力を証明した一戦になりました。ではご覧になっているファンの皆さんに倉金騎手からのメッセージをお願いします。そうですね、これからまた年末で、重賞とかも多くなるし、頑張りますんで、また勝てるように頑張りますんで、応援のほどよろしくお願いします。おめでとうございました。倉金育康騎手にお話を伺いました。以上をもちまして、日刊スポーツ杯第14回黒潮マイルチャンピオンシップ表彰式を終了いたします。最後にもう一度大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。